じゃあ5時になりましたんで始めましょうか。はい、お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のイベントを主催しております、中田と申します。よろしくお願いします。たった1時間しかないので、すぐに新井さんの話に入りたいと思うんですけど、新井さんとは前職の鎌倉投信時代から、ご縁をいただいて、たくさんいい会社とか素晴らしい経営者にたくさん出会わせていただいて、すごいこう今の人生に生きてるなっていうのが、個人的にありまして、今回ユーモで、今クラウドファンディングをされてるっていうことで、勝手に企画をしまして、身内で楽しめたらと思ってたんですけど、あれよあれよという間に100人集まってしまって、今日は YouTube でも配信してますので、僕は鎌倉投信時代からすごいいろんなご縁いただいて、どんな人生が広がっていったなっていうのがあるので、ユーモだけにまたすごいたくさんの人がそういうふうになったらいいなと思ってるところです。今日はいろんな、まず前半新井さんにお話しいただいて、後半はちょっといろんな方と新井さんでちょっと質疑応答みたいなことをできて、ユーモをこれからどういうふうに使ったらいいのかなっていうのをみんなで考えられたらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは早速、新井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと画面共有します。改めまして、ユーモの代表をしております、新井でございます。よろしくお願いします。30分ぐらいかな、お時間いただいて、少しちょっとお話をしたいのは、タイトルにもありますけれども、正直者がバカを見ない社会へっていうことを考えて、今、活動してます。今、ご紹介いただいたんですけれども、このクラウドファンディングを今まさにやっておりましてですね、なんと私知らなかったんですけど、残り日数が減るとですね、時間表示になるっていうことで、本当に680人以上の方々に今ご参加いただいて、この数時間のうちに880万を超えたところだと思うんですけれども、残り時間がなんと60時間を切りましてですね、本当に今月末までの、クラウドファンディングというふうになってますんで、正直者がバカを見ない社会へ新しいお金を作る仲間を募集しておりますんで、ぜひ、一口乗っていただけるとありがたいかな、そういうふうに思っています。このコロナになってからですね、いろんな議論が行われてます。そういった中で、象徴的なものをこう出させていただいてます。日経新聞のこの6月3日なんですけれども、2021年のダボス会議のテーマがですね、資本主義のリセットっていうのが、テーマになるということです。で、リセットの仕方っていうのはいろいろあるんですけれども、この中に書いてあるその社会的市場経済、ソーシャルマーケットエコノミーっていうのをどうやって作っていくかという話になると思います。そういった中でですね、これからやろうとしているユーモのプラットフォームがどうやって活躍できるかなっていうことを自分たちは一生懸命考えています。ちょっとあったですね、トイレットペーパーの問題をちょっとこう取り上げるんですね。資本主義のどこが問題なんだっていう話を考えるのにちょうどいいなと思って、トイレットペーパー問題の本質っていう話をしてます。トイレットペーパーがなくなるっていう話が、一時期浮上しまして、それでみんなが買いだめる形になります。このマンションでもですね、みんなが普段いるよりも倍のこうトイレットペーパーを、各家庭で集めるっていうことを、買うっていうことですね、をして、そうするとですね、お店からトイレットペーパーがなくなりました。で、これよく考えるとですね、こう玄関に集めるとこんな山積みになりまして、誰がこんなに使うんだっていう、そういう議論になるわけです。ここに書いてある通りなんですけど、奪い合えば足らなくなりますけど、分け合えば余るはずなんですよね。じゃあそれをどうやって作っていくのかっていうことをユーモは考えてるって思っていただくのがいいかななんて思ってます。
実はこの議論の根底の中にですね、なんでお醤油を借りることができなくなったのかっていうことを書いているんですけど、要はトイレットペーパーですから、隣の家に行けばトイレットペーパーあるはずなんですけど、借りれなくなっちゃった理由っていうのはやっぱりあるんですよね。私が小さい頃はお醤油を借りるっていうこと自体は別に全然平気だったはずなんですけど、お隣さんからですね、経済的にやっぱり豊かになったんで、それは恥ずかしいことっていうふうに思い始めちゃったんですよね。あともう一つは、その繋がってないですと、お隣の家に誰が住んでるかわからない、だからこそ持っていないと不安だっていうことになっていきます。じゃあ自分たちどこに向かうんだろうかっていうふうな話をするときに、これはくるみどコーヒーというコーヒーショップ、お店をやっている影山さんがですね、書かれたゆっくり急げという本からこう、引用させていただいてるんですけど、地域は実は不自由な共生っていうのがあって、要はこの地域に住んでんだからこうしろとかですね、例えば誰々さんと誰々さんが付き合ってるとか別れたとか、そういう噂が流れたりですね、みんなそれぞれに、そこに住んでる人たちに、コミットしてるんだけど、そこが息苦しい、しかも経済的に豊かじゃない、そういうふうに思って、都会に出てきます。都会に出てくると自由があってですね、競争があって、で資本主義的要素が強くて、関係性を断ち切るもんですから、効率上がって、年収は上がっていきます。収入が上がっていくっていうことを経験するんですが、関係性が分断されるので孤立が生まれます。孤立していってしまう形になるので、隣の人が何やっているか分かりません。それだけじゃなくて、孤独死も生まれていきます。つまり分断をしていけば効率は上がるっていうこと、それを選択したんですけど、つながっていないということが起こってしまう。じゃあそこで次に行くっていうのはどこかなと思ったときに、自由な共生っていうところに行くんだろうな。どこでもつながれる。まあそういったものを、共感資本社会的な要素として僕らは捉えています。まあ資本主義自体の大きな課題というのは、この富の偏在にあると言われています。まあ、これはニュースとかでも皆さんご覧になられていると思うんですが、26人の富が38億人の富と一緒である。資本主義の良さっていうのは、まあ、差が出るからこそやる気につながるっていうふうに言われていたり、まあ、そのおかげで逆転ができるなんていうことを言われるんですね。それが夢であり希望である。でもこれだけ格差がついてしまうと、38億人の人たちが食べるのが大変な状況の中で、この人たちが逆転する方法ってあるんだろうかっていうふうになるわけです。資本主義そのものが悪いんじゃなくて、現代社会では副作用の方が大きいんですよね。まあ、右の写真は可愛い絵なんですけど、ものすごく えげつない絵になっておりまして、お金で社長が走らせる社員をみたいな感じですね。で、多くの会社さんは未だに社員さんたちが働くインセンティブっていうのはお金だっていうふうにやっぱり言うんですね。それと同様に、まあ、左なんですけど、マイクロプラスチックの問題というのはなかなか目に見えないから非常に難しい問題なんですが、これって実はエシカル金融もエシカル消費も一緒で、透明性が確保できない、こう見えないからみんな分からなくて、分かっていたら判断間違わないと思うんですね。多分
この右の状態も左の状態も分かっていたらそんな会社に勤めないし、こんな状況になっているんだって分かれば、ああこういったものは使っちゃダメだっていうふうに思う。でもそれが見えない、そのお金がどう使われているか知ることができないから難しいな、それを知ることが大切なんだけれどもということだと思います。すいません、ここから先の話に関しては、あの花子の8月号のところでですね、あの心豊かなお金の使い方っていうところで特集が組まれる予定になってまして、私があの、特集でいろいろ話してますんで、よかったらこちらの雑誌を読んでいただけるといいかななんていうふうに思っております。で、あのようやっと出てまいりました、あのユーモという会社でございます。ユーモという社名はですね、ユーダイモニア、ウェルビーイングの一属性ですね、生きがいや働きがい、まあ、そういったもので得られる幸せっていうのを我々作っていきたいと思って、会社を作っています。今更自己紹介かみたいなところはあるんですけど、まあ、このページはさておき、こんな本に携わってますよっていうところも、よかったら読んでください程度にしてですね、私のその人生の中でですね、一番大きな気づきっていうのは、実は、まあ、小さい頃からですね、お金に大変苦労したもんですから、大学は夜学に通っておりまして、昼間ここに出てきている監査法人に勤めてました。この監査法人が私のルーツといっても過言ではないと思うんですけれども、これ見ていただいて不思議な言葉がありません？真ん中あたり、美しき決算書を目指して。美しい決算書って何だろうって僕は二十歳の頃言ってることはよくわからなかったです。決算書って数字が並んでいて、美しいも何もないでしょっていうふうに思っていて、定型化されたもので、ここで何を言いたいんだろうっていうことは全然わかんなかったですね。でもこう、年を取って今になるとよくわかるんですけど、ここを辞めて、銀行員になるんですが、その銀行員になるときにですね、一つの人生の私にとって大きな問いを、この監査法人の代表からいただきます。何と言われたかというとですね、お前に宿題を一つやる、お金とは何か、そういうふうに言われたんです。私はすっかりそんなことを忘れまして、信託銀行に入り、そしてこの懐かしの私がいた当時の、会社のランキングですね、2007年末って書いてありますけどね、第1位、これ国内ですけどね、バークレーズグローバルインベスターズという BGI って第1位に書いてあるんですけど、ここの会社に入りました。外資系の金融機関に転職しました。今はもうこの会社なくてですね、この表のランキングの9位のブラックロックっていう会社に買収されるということが起こりました。本当に、そういう意味ではブラックロック自体も今は世界で600兆円ぐらい運用してますから、日本の GDP よりも大きい金額を運用してます。そういった中で私は銀行に入ったのは資産運用業界もそうですけど、お金が目的でしたので、まあおかげさまで、たくさん年収をいただけるような仕事に就くことができたんですが、そこで私に待ち構えていたのは病気になるっていうことですね。2007年の夏、ストレス性の難病にかかって、病気になって、外資系の金融機関を辞めるっていうふうになりました。その時に出会った本が法政大学の坂本先生の本、もう体感されましたけれども、日本で一番大切にしたい会社という本に出会うことになります。これは2008年の4月ということになるんですけれども、それを読んで私は衝撃を受けるわけですね。私にとって投資の世界におりましたので、会社というのはですね、儲かるか儲からないかでしか見てなかったんですけど、ここに戻るんですね。何かっていうと、美しいもんで、
人間の血が通ってるんだなということをすごく感じたんです、坂本先生の本読んで。それなぜかというと、日本理化学工業といって、障害者を50年以上雇用している会社が あるんですけど、川崎に。私は障害者の母親から生まれてきたもんですから、私の考え方は間違ってたんだなというふうに思ったんですね。で、それで、鎌倉東進という会社を2008年の11月に立ち上げます。鎌倉東進の投資っていうのは社会のための投資っていうことで、実際、こう、イノベーションを起こしたってよく言われるんですけど、リターンの定義を変えたことが一番大きいのかなと思います。お金を預かって幸せで返すっていうことを、まあ、言ってましたんで、宗教家ってよく言われたんですけど、お客様の財産が増えることも大事ですけれども、投資先の企業さんすべて開示することによって、その企業を応援するっていう考え方、そのものを作っていこうと。で、社会を豊かにしてくれるのは、企業さんであるというふうに、定義しまして、その企業を応援することによって自分たちの心が豊かになるっていう、そういった仕組みを作るというのが、まあ、鎌倉東進でのイノベーションでした。おかげさまで10年やってきて、お客様が2万人、そして、残高も400億っていうふうになってですね、まあ、良かったんですけれども、私の中でこれをやってる間に、いろんなことが起こります。一つはやっぱり、ピケティですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、トリクルダウンは起こらないっていうことです。つまり、その、トリクルダウンって何かっていうと、再配分が起こらないってことですね。この資本主義は、先ほどの富の偏在ですね。持っている人が増えて、持ってない人は増えないというか、どんどん格差は広がっていくばかりで、トリクルダウンというのは、儲ける人がいれば、その人たちのおこぼれが、そうでない人たちに行き渡ることによって、結果的に経済というのは拡大していって、幸せになっていくという、そういったものだったんですけど、それが起きないっていうふうに言われて、まあ、確かによく考えればそうなんだけれども、私は資産運用業界、人のお金を運用して、それでずっとやってきたんですが、これが起きないっていうふうになると、私は格差を生むだけの仕事をずっとやってきたっていうふうに気づいちゃうわけですよ。あ、僕はこの業界にいる限りにおいて、ずっと要は格差を生み続けるのかっていうふうに思ったっていうのと、仮想通貨を見て気持ち悪いなと思ったんですよね。テクノロジーは社会のために使うというべきなのに、短期的に儲かる方法論しか考えてないから気持ち悪いっていうふうに思ったんです。じゃあこれを変えようっていうふうに思って2018年にユーモという会社を作りました。長い自己紹介ですいません。ユーモの経営理念は共感資本社会の実現を目指すです。共感という見えない貨幣換算できない価値を大切に育み、それを基礎、資本としていける社会のことを指します。まあ一番皆さんがイメージしやすいのはクラウドファンディングだと思います。A というものに共感してもいいし、B というものに共感してもいいんです。要は価値軸が多様になることをこの共感資本社会はイメージしていて、その価値軸の中でベースになっているのは共感であるということです。なんで共感をそんなに大切にしたいかっていうと、多くの方々が共感の重要性について語られているからですね。ゴリラやチンパンジーの観点から兄弟総長の山際さんは共感力の大切さを言いますし、マイクロソフトの CEO であるサティア・ナデラ氏は、AI の観点から共感という能力に関して重要であるということを言っています。大阪大学の、同盟先生、アダム・スミスの研究の第一人者で昨年紫綬褒章を受章されてますけれども、
同盟先生はアダム・スミスは見えざる手で有名になってますけど、まあ、都合よく解釈されていると。そうじゃなくて、あの経済の根本は共感による分業だから、そのベースになっている共感については、道徳感情論で書かれてますよと。だからこそ共感というものが大事ですって言ってくれてるわけです。その共感のベースになるその、生きがいや働きがいっていうもの自体をですね、ずっと研究してきました。ユーダイモニア研究所っていうのが基礎研究をしてまして、その中で、実際我々は新しい、これからご説明するコミュニティ通貨をやったり、そういった考え方を普及させるためのアカデミーっていうのをやっています。で、今日はいらしていただいてますけれども、投資先には池内オーガニックっていう会社がありまして、投資もしますし、通貨の加盟店にもなっていただくということで、我々はさまざまな形で応援できる仕組みを作っていこうということでやってます。お金について申し上げると、どういうふうにしたいかっていうと、これを話すと難しくなっちゃうんで、話す時と場合を考えるんですけど、お金の機能を減らしてみたらどうだろうかっていうことを考えています。長期的な我々のスタンスで言うと、物々交換への移行計画、リハビリをしていく必要があるだろう。みんなお金に慣れちゃったから、お金がない世界ってイメージできないので、ちょっとずつ幸せになっていくためのお金の役割っていうのをちょっと変えていくっていうことをやろうとしています。一つ目は何かっていうと、期限が到来するにあたってギフトするっていう贈与経済にします。次は第二ステップとして、定価っていう概念をなくして、みんなそれぞれが、誰々さんから買うからいくらでいいっていう非等価交換っていうんですけど、そういう世界観にしていきます。三つ目は社会性の解放って言って、これブロックチェーン使わないとできないんですけれども、ギフト用のベーシックインカム、つまりその自分では使えなくて、ベーシックインカムって分かりますかね。今回10万円給付とか出てますけど、ああいうのもベーシックインカムの一種です。皆さんに、給付される、最低限食べていく、生きていくためのものっていうのが、ベーシックインカムとして配られて、まあ、やっていこうとしている国、例えばスペインとかですね、フィンランドなんかがやってますけれども、そういうものが配られると、働く意欲がなくなってしまう可能性があるんで、私が考えているのは、自分では使えないベーシックインカムですね。人に配ることはできると。ですから、感謝されていることをやっていれば、お金が手に入るというような、そんな、ものを作りたいな。で、そうなってくると、だんだんお金って何の意味があるんだろうかってなってくるんで、お金自体が物々交換で済むんじゃないか、ブロックチェーン台帳に記述されるだけみたいになっていくんだろうなっていうことをイメージしています。まあ、難しい話だともかく、私の考えの根底になっているのは、ね、こういった腐る経済とか、まあ、ゆっくり急げっていうのは、くるみとコーヒーの影山さんが書かれた本で、腐るお金っていうのが出てくるのがこの円での遺言ですね。で、減価するお金、貨幣価値が低下していくお金っていうのを考えているのがこのゲゼルという方なんですけど、こういったものを参考に、自分たちは、このお金のデザインをしていこうというふうに思いました。で、ユモというお金のですね、コンセプトは、人が幸せになるためのお金の、ための手段としてのお金を再定義するってことです。大体お金って不透明なんで、透明性を確保して、皆さんがそれぞれ貯蓄、貯蔵できてしまうと、格差が生まれてしまうので、格差が生まれないお金にするために貯蔵ができないようになっています。むしろコミュニティで、貯めるっていうことをしていただくような、そんなイメージです。それともう一つは、使えば使うほど幸せになるっていうことなんで、心の成長ができるようなお金にしようっていうふうに思っています。
実際やってみないとわからないので、昨年の9月から今年の2月まで、実証実験やってみました。まあ、その時の本当に、まあ、ありがたいことに、1300人ぐらいに、ご参加いただいて、ユーザーアンケートでは本当にね、多くの方に、ご満足いただいたんです。まあ、それ以上にですね、アンケートに答えていただいた方で4分の1以上の方がですね、応援をしたい、ありがとうを伝えたいということでですね、定価よりも多くお金を支払う方々がたくさんいたっていうのが印象的だったので、ああこれは贈与経済に行けるなと思って、今回、ユーモのアプリではですね、最初からギフト機能がついているアプリにしています。具体的には決済するときにですね、デフォルトで最初決済をした後に 10% のチップが払える機能がついてまして、当然ながらゼロにすることもできますし、ほぼ倍の金額にすることもできます。ですのでそういう意味では、最終的にはその方がこれぐらいギフトしたい、加盟店を応援したいというのを表現していただくためのものなんですけれども、そういった機能を標準装備しています。我々の共感コミュニティ通貨ユーモなんですけれども、ちょっと概念図みたいなのをちょっと表示しています。我々がやりたいのはですね、社会のため、地域のためにやっている人たちに多くのお金が、流れていくっていう構造を作りたいので、ソーシャルペイメントサービスって呼んでるんですけど、左側ですね、ギフト用のプラットフォームで、これってどういうプラットフォームかというと、まあ、皆さんが、よく使われているかもしれないペイメントサービスですね。ペイペイさんとか LINE ペイさんとか楽天ペイさんとかいろんな方々がペイメントサービスやってますけど、その1個だと思ってください。使い方は基本的には変わりません。先ほど言っていたそのギフト機能がついているところはちょっと違うだけです。で、全国のその加盟店で使えるのが左側のそのソーシャルペイメントサービスです。ユーモの特徴としてはですね、今のギフト用のプラットフォームともう一つ、右側ですね、誰もがお金を定義できるプラットフォームになってまして、そのプラットフォーム上にですね、それぞれのコミュニティがコミュニティコインを作ることができるようになっています。下に表示してありますけれども、地域通貨的な機能が備わっているという形になります。で、左側のそのソーシャルペイメントサービスから右側の、地域通貨的機能にお金が入っていくことはできるんですけど、逆に、その地域通貨的機能から反対側の全国で使えるものには流れていかないようにデザインをしているっていうのが一番大きな特徴です。それは、各コミュニティにお金が流れていくっていうことの方が大事です。なぜかっていうと、コミュニティに参加していただくことによって、結果的に、その方々は人とつながることができる。つながりを強くすることができる。お金を払ってつながりを強くするっていう行為ができることが大事だなと思ってこういうデザインにしてます。じゃあどんなコミュニティができるのかっていうの意味では、まあ本当に地域とか社会において、使われるっていうのは割とイメージしやすいのかもしれないんですけれども、この後ほどご説明しますが、法人の方では、ありがとうをやり取りする、まあピアボーナス的な使い方で今導入が予定されています。プレスリリースが7月1日に予定されてますので楽しみにしていただけたらと思うんですけれども、大手企業さんと、法人で実際この実証実験スタートするっていうことを発表する予定になってます。6月リリースの内容で今申し上げられるのがですね、この2つの、コインに関してです。コミュニティコインとしてフェアトレードコインと上田コイン、今 U コインって言われる予定なんですけど、この2つのコインが設定されることが決まっています。
フェアトレードコインはですね、フェアトレードタウンが熊本、名古屋が発祥の地ということでもあることから、まあ、愛知、三市を中心にスタートしてですね、フェアトレードやエシカル消費の活性化に貢献するようなコインにしていこうという流れです。それともう一つが、その上田コインと言われているもので、京都にある上田本社さんが発行する形のコインになるんですけれども、上田本社さんがですね、お取引先様に売上が あった場合に、その売上の一部をですね、上田コインで、還元をするということをやろうとしています。その場合にですね、今セットしようとしているのが、この右側の紫色のところでアロンアロンというところがありますけれども、ここは、障害者の方々が胡蝶蘭を作っているところですね。そういったものを上田コインを手に入れたお取引先様に使っていただこうとか、もしくはお取引先様の社員さんに革靴を履いた猫ですね、こちらも障害者の方々が靴磨きをしているところですけれども、そういったところで使っていただこうと。そうすると、会社さんであったり社員さんですね、お取引先様の、そういった方々がソーシャルな活動に触れる機会を増やそうというのが、この上田コインのベースになる部分です。上田本社さん自身はですね、働く環境づくりをお手伝いする、会社としてですね、さまざまなその、働く環境、それはあくまでもですね、労働環境というだけじゃなくて、こういったソーシャルな方々と結びついてもらって、意識レベルもですね、変わっていくような、そういった仕組みを提供したいということで、この上田コインっていうのを設定、いただいております。で、実は誰でもこういったコインが設定できるようにということで、実はこのユーモの中で一番の、イノベーション的なものというのがですね、このイニシャルコストをほぼゼロにしたっていうのが大きいです。実はこれまでの地域通貨であるとか、コミュニティ通貨と言われているものは、自治体が絡んだり、地域の金融機関さんが絡んでいる理由っていうのは、イニシャルコストがだいたい去年までで言うと、数百万から数千万かかってました。それがゼロにできるっていうのが実は一番大きなイノベーションで、だからこそ皆さんに設定してください。ただしルールは地域のため、社会のためという内容になっていないとここに乗っけられないような形にしているということで、実は今年度中に20ぐらいのコミュニティコインを今設定しようとして今準備をしております。6月末リリースで7月1日から使えるようになる予定になっておりますので、ぜひご興味ある方は、使っていただければと思います。ここはちょっと飛ばしたいかなと思うんですけど、実はその、期限のあるものとないものっていう観点で言うと、工業化されていて自動化されるものっていうのは日本円のように効率が高い、効率性を重視したお金の方が相性がいいんですけど、自然の要素があるものですね、期限があったり人を介するものっていうのはユーモというお金の方が相性がいいですよっていうことを言っています。最後なんですけれども、繰り返しになりますが、今ちょうどクラウドファンディングをやっていて、あと3日というような、 あと2日かというような状況になってきてますんで、1000人の仲間を集めたいというふうに思ってますんで、ぜひ皆さんの方でですね、こういった考え方、価値観に共感していただいた方は広めていただけると大変ありがたいかなというふうに思ってます。場所の方ではですね、レディー4というところですね、クラウドファンディングのサイトの方、URL、この下のところに書いてありますけれども、検索をするときにお金って入れていただければ、一番最初に出てくる形になりますので、ぜひぜひ、ご協力いただければありがたいかな。素敵な社会にしていくためのプラットフォーム作り、一緒にやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。新井さん、ありがとうございました。
それではですね、ここから実際にユーモアをちょっと使ったらどんな風になるのかっていうのを、先日お話にもあった実証実験で使う場所として池内オーガニックさんが実証実験に参加されてたので、今日池内代表と、増田店長がご参加くださってるので、実際使ってどんなことが起こってるのかとか、どんなことになってるのかみたいなのをちょっと皆さんで共有できたらなと思ってますんで、お願いしてもいいでしょうか。はい、大丈夫です。代表の池内と今回これ参加させていただいてます、池内オーガニックの、ストアのマネージャーしてます増田と申します。皆様初めましての方もそうじゃない方もよろしくお願いします。ありがとうございます。で、代表の池内です。はい。ありがとうございます。ちょっと私今営業をお見せしながらやってるので、もし途中で抜けたら池内が続きを話せるので、池内に投げて、お店の方出させていただきたいなと思います。実際、実証実験の方で、本当にいろんな方にお店に来ていただきました。そして、ね、代表、今治にも、行かれた方いらっしゃいますよね。はい、3人来られましたね。で、まあ、それぞれそれこそユーモさん の, 特別な商品をストアはご用意してたんですけど、今治はなんかいろんちょっと代表独り占めコースみたいなのとかありますか？あ、そう、独り占めコースが3人。あ、独り占めコースに3人。商品買われた方はたくさんおられます、ね。はい、ありがとうございます。独り占めコースってどんなコースつくでしたっけ？工場を見ていただく。2時間説明するとか、3時間で一緒に今治の見どころもプラスで行くとか、決めておきながらそういうお客は来ないと思っていたので、もう内容も忘れたぐらいの感じで、皆さん半日くらい、はい、いろいろ、はい、ね、お話して帰りました。実際ほんまに、関西の方で、神戸の方なんですけど、神戸、うん、兵庫の方が、今治まで行かはって、でその方 と、実際この前私ほんまに京都ストア でお会いしてっていうような、関西帰ってきはって今治行ってきましたって言ってここでお会いして、でもう言ったら本当に同じ価値観というか、ユーモという共通言語の中で同じ価値観で一気に仲良くなれるんですよね。なのでお客さんで今治行ってきましたユーモの実証実験でって言わはるだけでもう一気に友達になれてしまう。でもうそれだけで なんていうのかな、昔からお友達やったような感覚になって、一緒にちょっともう解禁にもなったので、この間一緒に飲みに行かせてもらったりとか、そういう個人的なつながりもめっちゃいただけたりもしてます。あと京都ストアに立っていると、まあ東京も京都も福岡もさせてもらってたんですけど、これ腐らない、あ、じゃあ腐るお金なんですよね。で使える期間が決まるんで、そうすると2月が実証実験の最後やったんですけど、皆さんめっちゃ来てくる、2月の中旬以降ぐらいからもうすごい来てくれはって、で同じやっぱり価値観を持ってるっていうのもあるのか、すごい、あ、この人ユーモ使わはる人やなっていうのもだんだん分かるようになるぐらい来てくれはって、すごく同じ価値観のもとで幸せな時間を私たちもいただけたっていう感じでした。で私も実際使いに京都の上の方、宮津にある伊予醸造さんに2回行きました。いつもやったらもっとそんなにロングそんなに詰めていかへんのですけど、スーパーでも買えるから行かへんのですけど、やっぱりなんかユーモがあるから行きたくなるというか、で実際に通いました。でそういう中で、うちのお店に来てくれはった方で、最後の最後ぐらいかな、17ユーモだっけ、いろんな多分使ってくれはって、うちでも使ってくれはって、17ユーモだけ残っている方が最後にこれを使いに来ましたって言ってお店に来てくれはったんです。で17ユーモで人がそうやって動くってなんて素敵なことなんやろうっ
ていうふうに私は感じて、とても本当に嬉しい体験をさせていただいたなと思ってます。いきなりこう体験の話をしてしまったんですけど、イキオチオーガニックがどういう会社かっていうのをちょっとだけすいません、後の説明なんて、ちょっと代表の池内からちょっとだけうちの会社のことをちょっといいですか。そこを振るの。そうそこを振る。池内の会社っていうのは安全性を徹底的に追求して、そして環境負荷を下げていこうっていう、商品を作っていたんですけど、新井さんが2008年の7月末か8月の頭、ちょうど鎌倉東進さんが設立する直前に、そうですね、はい、うちの小学生相手の夏休みのワークショップに来られて、子供の中で一人おじさんがまだ若かったですけどねいやいや、おじさんです、間違いありません。作っているといういうことで知り合って、まあいろいろお世話になってるわけですけど、やっぱりユーモのお客さんっていうのはすごい人生への生き方が真面目なので、ユーモのお客さん来るとちょっと自分たち、ちょっとこの生き方じゃまずいなっていう自分たちがもう一回真面目に戻ろうっていう気持ちにさせてくる非常にありがたい話で、僕は新井さんの説明はいつも聞いてるはず、一昨日も聞いたような気がするんだけど、上田コインの話僕今初めて気がついてすごいショック受けて、うちアイコインやります。やりましょういやポイントとかああいうのつけてても多分お客さんピンと来てこなくて、うん、あれ、うん、アイコインにするとか、うちの部活の方たちすごいボランティアしてくれるので、うん、ボランティアしてくれた時なんかあれアイコインにあげればいいですから、すごい分かりやすいし、うん、うん、そうで、みんなでね、お金を自分たちで作ればいいんですよ、うん、だから、うん、その時にお金ってなんだろうってちゃんと考えるし、でお金って神が作ったわけじゃなくて、みんなが信じられるものかどうかっていうことがすごく大事なんですよね。だから信じられる人と つながるって僕は幸せには最も大事なことだと思っていて、だって幸せの循環をすることがお金なんですよね、本当は。なんで不幸の循環を生むんだろうなってやっぱ思っちゃって、そこって真面目にやってる人が誰か分かんないからですよね。一生懸命やってる人が誰かって分かんないから、だから真面目にやってる人たちのネットワークをちゃんと作ってあげればいいことであって、それは確かに便利か不便かって言ったら不便かもしれない。でも正直な人たちがそこに存在をしていて、でも正直者ってやっぱりね、作るのに原価がすごいかかる。もう池内さんなんかもうその典型で、ねえ、コットンのコストだってカーボンニュートラルっていうかね、CO2 を出していくわけで、そのコストを全部ちゃんと負担しようってちゃんとやっているところ、しかもあれですよね、タンザニアでコットン作って、その作るところから全部コストを負担しますって、いや負担するって言ってもねってこっちは思うんです。でもそれが自分たちの在り方です、生き方ですって真面目にやってる人と、いや適当にやってますけどとりあえずオーガニックコットン使ってますって言ってる人と、じゃあ同じでいいのかってやっぱ僕は思っちゃうわけで、本当に真面目にやってる人がバカを見る社会にしちゃいけないなって僕は単純に思う。だからそういう人たちにギフトをしたくなるはずだから、その気持ちを大事にしようって思っているし、そもそも経済合理的でギフトを理解できない人たちは多分このユーモっていうお金を使う意味がわからないと思うんですよ。なんで私がお金払ってるのにまたギフトしなきゃいけないんですかって言い始めると思う。で、そういう人は使わなくてもいいんですよ、別に極論すれば。ただ相手の幸せを願うんだったら、お金がそのありがとうの循環だって思うんだったら、そのこっちの方が心地いいって思う人たちが必ずいて、
で、その人たちに僕らは答える金融でありたいし、答える仕組みでありたいっていうふうに思っている。で、そのために透明性ってすごく大事で、それって誰が儲けてるんですかみたいな話になっちゃうから、いやそうじゃなくて、ちゃんと一生懸命やってる人にお金がいって、そのありがとうがちゃんと循環することが見える化していれば、みんな信じられるから、その清らかさ美しさっていうのを大事にできるお金って作れないかな。そうした時に全然違うものをみんなが考え始めるから、それこそ夢のある社会じゃないかなと思っていて、で、そんなめんどくさい、お金をちょっと作ろうと思って、はい、ユーモっていうのを考えてます。あんまり喋りすぎちゃうと中田さんいけないよね、多分ね。はい、ありがとうございます。せっかくの時間なので、いろんなユニークな活動されてる方からちょっと新井さんに質問をぶつけていただいて、はい、それから新しいなんか使い方みたいなのが生まれたら面白いなと思ってまして、ぜひぜひ。はい、お一人目がですね、サイレントボイスという会社を経営されてる方で、簡単に説明しますと、耳の聞こえない方々のこれまでにない活躍の場を作ってる会社で、障害、新井さんの先ほどのお話にもありましたけど、障害っていう視点から、どんな風に感じたのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますんで、桜井さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。はい、改めまして、社会課題を解決する事業を聴覚障害のあるメンバーと一緒に運営しています、サイレントボイスの桜井と申します。新井さん、今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか私自身がなんか今日お話聞いて感じた感想としましては、なんかこの仕組み、これを使用している自分をイメージした時に、なんかこう何ですかね、なんかぶっちゃけ言って、こうなんか普段雑な生活してたなとか、なんかすごい反省しちゃって、なんかなんかこう、なんかこれ、このアプリとかこの仕組みとか考え方使ったらすごい、なんていう、なんかこう今を集中して生きれるっていうか、なんだろう、かっこよく言ったらマインドフルネスな生活できるんだろうなと思って、なんかすごいワクワクしたっていうのが私のなんか所感でした。で、そんな中でなんかこう知りたいのが、なんか私たちは普段こう大企業とかに行って、こうデフの人たち、聴覚障害者の人たちの職場の風土改革とかコンサルティングとか事業しているんですけど、やっぱそのベースにあるのは社会の軸に照らした評価であったり、なんかパフォーマンスの評価であったり、だからなんかこの考え方がすごい広がっていくっていうことが、なんか自分にとってもすごい使命感を持てたんです。そういう意味では、こう新井さんにお聞きしたいのは、これがどのように一般の人にも広がっていくのかっていうようなイメージがあれば、ぜひ教えていただきたくて、なんかここに集っているメンツって、ある種なんていうかな、素敵なもの好きだし、イノベーターだし、もうちょっとなんていうかな、語弊を恐れずに言うと変わっている人たちだと思うので、なんか一般のマジョリティの人たちにも広がっていくときって、どんな感じなんだろう、そんなこと聞きたいです。ありがとうございます。なんだろうな、気づいていない方々に対して届ける必要はあるんですけど、実は僕らマジョリティになる必要はないなっていうのは正直は思っていることです。なんでかっていうと、マジョリティになってしまうと違うところに連れて行かれてしまう可能性があるんで、よく言われるのが、その日本円と取って変わるつもりですかとかいろいろ言われるんですけど、いやいや、単なるペイメントサービスですから、日常にちょっとこうユーモが入っていけばいいことですよっていうことを言っていて、で、使ってるうちになんだかこれ使ってると幸せだなって感じてもらえる人たちがいればいいかなっていうのがあります。あと、その今ちょうどお話しあった、こう企業でもこういったものを使っていただいて、なんかね、SDGs もそうなんですけど、非日常なんですよ、皆さん。日常の中にそれが入り込むっていうことはなかなかないので、日常そういうことをやっている人たちと出会って、付き合っていくと、あ、こういう人たちたくさんいるんだっていうことを感じてもらえると思うので、実は企業導入っていうのを今、並行してやってるんですけど、その人たちが、ソーシャルな活動をしている人たちとつながる一つの場でもあるんですよね。
でこんなに真面目にやってこんなにその真剣にこう向き合ってる人たちがいるんだっていうふうに感じるだけでもう変わるんですよ。頭で考えてたらね変わらないんですよ人って。だから体感することがすごく大事で、そういう人たちに出会うことによって影響を受けることがすごく大事なんだけれども、それを日常に入れようと思うとなかなか入れられなかったりする。でその中でじゃあ我々がどういうこう接点を見出すか作っていけるかっていうところですかね。でその時に何だろう、あこれってすげえ面白いと思う人もほんの一部いるし、多分ほんの一部ですよ。全体は多分経済合理性の中で生きているから、何パーセント割引になるんですかしか考えてないと思うんですよ。そういう人がここを使うと、多分そこに間にこのそのプラットフォームにいる既存の人たちはすごく違和感を感じるんだと思うので、だから自然とそういう人たちは多分来ないんだろうなっていうふうに思ってるんです。で、なんで僕これ言うかっていうと、ほんの一部変えただけで社会って変わるんですよ。で、必ずインパクトを言う人がいるんですけど、これからの時代、インパクトという言葉はちょっと考えなきゃいけなくて、数ではないんです。これから質の時代なので、その個々が成り立つちっちゃい単位がどれぐらいかっていうことの方が大事だと思っていて、僕らは33万人できればいいっていうふうに考えてます。でこの33万人って何かというと、僕がこの会社を作ろうと思った時の背景なんですけど、ちょうど、2018年の6月にワールドカップのサッカーがあって、アイスランドが活躍していて、アイスランドっていう国が33万人なんですよ。人口が33万人で1カ国1通貨貿易ができるんであれば、それで成立するんですよ。だから全部を変えようと思ったら純粋なものが汚くなってくる。じゃなくて美しいままいられる状態っていうのをどういうふうに作っていくんだろうなっていうことの方が大事で、33万人でぐるぐる回ることができるんであれば、多分池内さんの美しさっていうのは維持できるっていうふうに思っているし、なんか素敵なまま残せる状態っていうのをみんなで作ることができるんじゃないかな。で、今のこの資本主義のシステムだと、儲かるもんが残るっていうことになっちゃう。だから、残したいものを残せる仕組みというのを僕らは考える必要があるんじゃないかなと思っていて、その人数が33万人いればいいっていうふうに、すいません、僕は割り切ってやってるので、社会を動かそうと思っている方々はなんだ面白くないなって思われるかもしれないですけど、そんなに大それた人間ではないです。ただ現実問題できる線だろうなっていうふうに見ているし、それが多分いろんな形で同時多発的にできるんだと思うんですね。なんかもう独占する時代ではないので、そういったものがたくさんできてくれば社会ってより豊かになるし、選択肢も増えて皆さん楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思っているということで、桜井さんよろしかったでしょうか。桜井さん、とりあえずなるべく早く加盟店になっていただくっていうことすごい大事だと思ってますんで、はい、はい、そこはよろしくお願いします。はい、はい、ベースのユーモでも結構ですし、上田コインでも結構ですから、はい、どちらでも、はい、お待ちしておりますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。ワクワクしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてアフリカのトーゴというすごくマイナーな国と日本をつないでどちらも幸せにするという事業を立ち上げたアフリカドックスの中さん、出ますか。ありがとうございます。新井さん、本日ありがとうございました。ありがとうございます。今アフリカのトーゴという国がありまして、そこで今会社を作っている中須と申します。よろしくお願いします。今日のお話を聞いて、それこそもう物々交換を地でやっているコミュニティの中でお仕事をさせてもらっていたので、まあ、そうい こうコミュニティというか世界ができたらものすごく素敵だなっていうことを、まあ、ちょっと思いながら聞いてたんですけれども、なんか
中田先生がちょっとちらっとお聞きしたのが、なんか海外展開というかヨーロッパ地域でも使えるように、されるっていう予定をお聞きしてるんですけれども、まあ、僕が活動しているそのトーゴという国でもこう使えたらものすごくユニークな広がりができそうだなっていうふうなことを考えてまして、まあ、そのあたりのこうスケジュール感というかいつな僕がこう加盟店になればいいの か, なんかどういうふうなやり方をすればそういうちょっと面白い展開になりそうかっていうのをちょっと教えていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。基本的には制約は全然ないので全世界で使える形に、来年度あたりからやっていきますから、そういう意味では加盟店の準備をしといていただければありがたいかななんて思ってまして、普通に国境を越えられますんで、アプリダウンロードは全世界でできますから、やろうと思ったらできるし、そこで使おうと思ったら使えるんですね。でその時に我々がその統合で使えるお金で、お渡しができる状態っていうのを確保しなきゃいけないので、そこを調査する必要があって、現地の方々がどういう形でそのお金を手にしてもらえるかっていう仕組み作りにちょっとお時間を頂戴しますので、加盟店の希望は先に出していただいて大丈夫でございます。あとは我々がそのお金で資金送金をどういうふうにするかと、売り上げが立った場合ですね、どういうふうにお金を送っていこうかぐらいですかね。はい、そこは逆に私よりは中津さんの方がその現地のお金でこういうふうな送金ができますよとか渡せますよっていうものをお持ちであれば教えていただきたいぐらいなんで、そこは連携してご一緒できればいいかなと思ってますんで、世界戦略ですかこれ。ですから世界中の33万人でいいです日本人で限る必要はないですから、はい、そういう意味では本当に世界に対する共通のプラットフォームとして使えますけれども、統合は英語でも大丈夫ですか？基本的にはフランス語なんですよ。あ、じゃあフランス語なんですね。じゃあ、はい、フランス語対応を早めるように指示出しておきます。はい。ありがとうございます。助かります。ありがとうございました。一応ね、当初のリリースでは日本語と英語しかないんですけど、そこから広げていきますんで、はい、なるべく、フランス語の対応と統合で資金決済できるような対応に関してははい、優先順位上げてきますんで。あ、もう助かります。ありがとうございます、はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに、統合はインターネットつながってなくても大丈夫なもんなんですか？スマホ使えないですか？Wi-Fi 環境が整ってないエリアがものすごく広いので、ちょっと、はい、はい、もしかしたらなんか使えないところが多いと思うんですけれども。統合の中で例えばその日本人とつながってほしい場所とかあれば、そこだけピンポイントでやるとかですね、そういったこともできると思うので、はい、まずはおそらく日本人とつながっていただくような場所からもうピンポイントでつなげていくっていうのは一つの方法論じゃないかななんていうふうに思いますし、そこでなんていうんですかね、どういったことを売っていきたいかとか販売していきたいかでつながっていきたいかとかですね、日本のどういうビジネスとつながりたいかみたいなのも含めてこのプラットフォームの中で、解決してやり取りができればいいなっていうふうに思っています。でこれがまあ私がイメージしている新しい金融像みたいなところがあって、やっぱりこう個人の消費者の方々とそのビジネスをしっかり結んでいくっていうことが、自分たちのこの、ソーシャルな、ネットワークの中で、ソリューションを提供できるようになってくるっていうことが、総合的にですね、できるっていうことが僕は大事だと思っているので、第2段階、第3段階であるんですけど、そういった金融像っていうのを目指していますね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと YouTube の方にも質問が来ているので、1個だけ。はい。33万人の中で、生活に必要な、最低限必要な、衣食住をユーモだけで循環させることは可能だと思われますかっていうメッセージ、質問が来てます。
今そのコロナになってから、ベーシックインカムの議論があって、ベーシックインカムをユーモで払うっていうことを地域で検討してくれてるところはもうすでにあります。でそれっていうのはその、ベーシックインカムを配るという形でやることによって、で今後のその第2波第3波と言われているところの中で、こういったものを提供していきたいっていうニーズは高いです。なぜかというと今の円だと本当に必要かどうかも分かんないし、期限もないから増大しちゃうんですよ、支払額が。今回の10万円給付分かりましたよね。何に使われるか分かんないでしょ。貯められちゃうかもしれないでしょ。これだとね、ベーシックインカムならないんですよ。で、ベーシックインカムにするためには期限があって、要は今月内に使いたいものだけが、使う必要があるもので、貯めていくものはいらないわけですよ。それは、ユーモア期限があるから切れちゃうんで、貯めるという概念がないですから、要は自治体はそれを払わないでいいわけです。ですから使った分だけ払えばいいということになりますから、ベーシックインカムの金額も限定されるようになるんですよね。必要な人だけが必要な量だけ使うことができるような状況になる。そうすると財政的な負担が減るので、ベーシックインカム配りやすくなるんですよ。だからそれで生活する人っていうのは出てくるでしょう。でただそれはベーシックインカムの議論なので、これで稼ぐかっていう話の中で言うと、それは別の問題で、それはそれぞれ のコインの中でやろうとしているところはあります。具体的に言うと、それぞれのメインの仕事じゃないタレント性を発揮して、でそこに、ユーモというお金がつくような仕組み作りをしたいって言ってるところもありますし、それっていうのは新しい働き方ということで、様々なところで出てくるとは思うんですけど、うちも、合わせてそういうのを作りたいって言ってるところはあります。ですから、その、稼ぎ方っていうのは変わっていくんだろうな、っていうふうには思っていて、それはもう、別に、この、ユーモというプラットフォームでできるところはあるんだろうな。なぜならば、通常、加盟店とかにするときに、実績があるとかないとか、審査があるわけですよ。で、ユーモアないです、審査は。ユーモア単純に、推薦者3人必要だっていうことです。で、その推薦者の人となり見て決めるっていう、つながりしか見ないので、だから何にも実績がないところでも加盟店にはなれます。だからそういう仕組みを提供したいと思ってやっているので、そういう意味でそこで生きていく人っていうのはできるかもしれないな、そういうふうに思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと時間オーバーしてるんですけど、最後にお一人、大阪府の茨城市の北部の過疎地域で農家さん中心で多様な人が集まって地域で循環型のモデルを今作ろうとされている中井さんにちょっと最後お話をいけますか。はい、中井です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、一般社団法人の水戸と言います。茨城市、大阪府の茨城市で、本当に最初に言っていただいたように分かち合う社会をこうみんなで作っていけるように、生活に必要なものの裏側が見えるように、自分たちに必要なもの、食べるものもエネルギーもお金も地域の中で循環させていきながら作っていこうというコミュニティを今運営しているビズトワという会社のメンバーがここにいます。で、はい、で質問なんですけれども、はい、私たちも今すごく何ていうかな、課題に思っていることが、やっぱりその、はい、生まれてくる商品だったり、例えばエネルギーだったり食べるものだったりっていうところを裏側ですよね。先ほどもおっしゃってましたけど、やっぱり生活に必要なものがどういうふうに作られているのかっていうところの裏側を見せるためには、やっぱりここに来てもらって見てもらって体感してもらうってことがすごく重要なんじゃないかなと思っていて、なのでその
そういったことをですね、地域で全部できるように今作ってはいるんですけれども、やっぱりおっしゃったように 見せるというか裏側を見せるってすごく難しいなと思うことがあるんですね。なのでこう加盟店の取り組みだったりこうやられていることっていうのをどんなふうにこう裏側を見せていくのか、そのあたりで苦労されていることだったり工夫されていることがもしあれば教えていただければ嬉しいなと思います。ありがとうございます。一つはですね、池内さんのところもそうですけど、まずはね、人となりというか、やっぱり関わっていただく機会を増やしたり、説明を聞いていただく機会を増やすために、いろんな商品開発っていうのをやることによって、接点を増やすっていうことを考えてます。ですから、なるべくオリジナルな商品で、比較ができないようなものを特に作っていって、でそれでそこの中で、つながりを作っていくことによって、全然違う道っていうのを作りたいっていうのがまず一つです。あともう一つはこれ今新しいそのコミュニティコインで、開発をしているところですけど、クラウドファンディング のタイトルにもありました通りなんですが、正直モンコインっていうのをですね、今若者が作ってくれてます。どんなコインかっていうと、加盟店はそこに乗っける商品は全部原価で出します要は定価ではありません。原価です。こんだけコストがかかってます。でそこにユーザーはギフトをつけるっていうことをするっていう、そういったものです。で今そこでどんな議論をしているかっていうと、まずフリーライダーが出てきますんで、その人たちを排除するために転売ができないように当然するんですけれども、実はそのフィルターをかけようと思っているのが、まずはそのユーモというベースのその今の仕組みでどれだけギフトしてきたかというのをギフト力ができるある人しか絶対入れないようにするっていうのがまず一つですね。経験値が高い人、ゲームと一緒です。経験値が高いからこの人は絶対ギフトするっていう人たちを選んでいきます。でもう一つは、当然ながら健康なものを食べたいとか本当のものに触れたいと思っている若い人とか所得が低い人っていうのは必ずいらっしゃるので、そういう人たちに原価で買って構わないと。その代わりマッチングします。それはギフト力のあるお金のある人たちがその人とセットで買うっていうような、そういった仕組みを作る。そうすると基本的には定価よりも多く払ってもらえるんじゃないかっていう仮説があって、それを検証しに行くっていうことをやろうとしています。これは面白くありません？で、こういうものを作ったときに社会って変わっていくと僕は思っていて、先ほどご覧いただいた4段階ステップの2段階目を今やろうとしているところなんですけど、そういったものをやりたいって思っている若い人たちがいる。そこにはすごい、信頼関係が必要で、その信頼関係を作っていく、育んでいくこと自体がその透明性の確保につながっていくんじゃないかななんて僕らは思っていて、これ乱暴に普通にやったら絶対失敗しますから気をつけていただきたいんですけど、でもこれをやった時に全然違う世界観が広がることは間違いないというふうに確信はしてます。ですからやり方はいろいろあると思いますんで、それいろいろご相談しながら、はい、ユーモのプラットフォーム使ってくださいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そろそろお時間もあれなんで、早いですね1時間でしたけど、まずは皆さん頭で考えるより慣れろということで、ユーモを見て、はい、みんなでこう共感したり共有したりいろんなことができたらなと思ってます。じゃあ最後に新井さん一言。そうですね、皆さんに使っていただくためにはですね、皆さんまずユーモを手に入れる必要があります。手に入れる方法として一番早いのがクラウドファンディングに参加していただくと、選んでいただければユーモが手に入るようになります。あともう一つは池内オーガニックだったらお店に行っていただければ、そこで、チャージすることができますんで、
加盟店に行っていただいてチャージをしていただければそこでユーモが手に入ります。あともう一つはですね、あら領事というか金額をお持ちの方限定になりますが、ユーモの株主になっていただくというのはあってです、ユーモの株主はですね、配当がすべてユーモです。日本円では配当されません。ですので、変な人しか株主になっていません。はい、世の中的には。でもそれで今2億集まってるんですよ。すごくないですか。世の中それだけ欲してるんですよ、そういったものを。だからそれが僕は希望だと思っていて、日本円は返ってこなくていい、ユーモでいいって思う人たちがそれだけいらっしゃる。で、そういう社会にね、していけば全然違う絵が描けるんだっていうことを若い人たちに、見せたい、伝えていきたい。で、社会は変えられる。まあそういったことを希望として、やっていただける、やってっていただけるようなね、ほんのきっかけ作りは、ユーモとしてできるのかなと思ってますんで、ただ、これが成り立つためには皆さんの応援が必要ですから、ぜひぜひ応援していただけたらありがたいなっていうふうに思います。今日は本当に貴重なお時間をいただいてありがとうございました。これから頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では今日は皆さんこれにて終了ということで、どこかまたユーモで使って現場で会えるのを楽しみにしてますので、これからよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。